マックス 30% はやめた方がいいと思います。これで借りると破綻します。はい、皆さんこんにちは、店長磯野です。今日のテーマは、住宅ローンで絶対に破綻しない方法について詳しく解説していきたいと思います。こちら最後まで聞いていただきますと、このローン返済の不安がなくなるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらの店長磯野のウェブ家づくりコンサルティングは毎週水曜日と土曜日の19時に配信しています。家づくりのですね、いろんな幅広い情報をお伝えしてますので、内容が良かった、面白かった、理解できたという方は、ぜひ高評価のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。そして、今後ですね、この動画の最後にコメント欄にいただいた内容についてのですね、簡単なコメント返しを入れたいと思いますので、ぜひこちらの方も最後までご覧いただければと思います。ということで、今日はこの住宅ローンで、絶対に破綻しない方法というところなんですけども、当然ですけど、私の今まで営業をやってた頃の話でも、やはりですね、やっぱり皆さんの返済計画は本当にきちんと一緒に考えながら進めてきました。本当にそのおかげもあってですね、今でも帯のお客様にご連絡したり、遊びに行ったりするんですけども、やっぱり皆さん、本当にですね、幸せにお過ごしいただいてます。やっぱりその万が一ですけども、無理させたことによって、やっぱりこう、表札が変わってたなんてことになったら、もう本当にですね、私も申し訳ない気持ちでいっぱいになってしまうので、そのあたりはかなりですね、やっぱりきちんと対応させていただきました。なので、その当時からですね、こういったお話をしてましたというところを今日皆さんとシェアしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、基本的なまず住宅ローンのこの、金利、それから返済っていうところ、大事なポイントになってくるんですけども、この時のですね、ポイントがあります。ポイントがあります。これは、返済比率って言います。返済比率って言います。これは皆さんのですね、住宅ローンだけに限らず、皆さんまず今、現在で、例えば家賃、アパートとかマンションの賃料ですね、払ってらっしゃるもしあれば、そのですね、毎月の金額、この住宅費というところ部分と、それから場合によったら賃料以外に、例えば管理費とか、そういった維持管理費とか、そういったものがある場合は、あと駐車場代もですね、全部足したところを、まずかける12ヶ月でかけてみてください。で、それをですね、5年収の税込み年収なので、源泉徴収票の左上です。左上のですね、一番大きい金額のところを割ってみた時の金額、これにかける100するのが、返済比率って言います。返済比率。これがですね、住宅ローンに関していくと、まずですね、金融機関が皆さんに対して、返済が、この額までだったら返済ができるので貸し出しますよっていう返済比率。この返済比率が 35% までが返済できますよと。これ貸しますよっていう基準になってきます。これは5年収が400から700万の方になります。で、400万未満の方については、これが返済比率が 30% までというのが金額の決まりが、ルールがあるんですけども、こちらをですね、ベースに考えていきます。これをベースに考えていきます。で、まずですね、この 35%、400未満の方または 30% で見ていきますと、これで借りると破綻します。破綻します。なので、絶対にこのですね、マックス 35%、マックス 30% はやめた方がいいと思います。仮にですね、これ、営業担当の方が 35% まで借りましょう、大丈夫ですよ、銀行は貸してくれますからって勧めたとしたら、その営業マンは危険だと思ってもらっていいと思います。そこまで無理をさせてても、家を買わせたい、建ててもらいたいっていうふうな、営業側の合わせた、営業側の、いわゆるもう欲望に満ちたような提案だと思いますので、そういう方からは絶対に家を買わない、契約をしないというふうにした方がいいと思います。本当にですね、この 35% で借りると破綻する可能性が高くなります。なので、この基準以下をですね、まずは選んでいただくのがいいと思います。はい、ですので、まず私が営業やってた頃から皆さんにお勧めしたのは、この 35% ではなくてですね、こちらにまずは 0.85、85% 以下に抑えましょうというところで、約 30% になります。この返済比率を 30% 以下にしていただくというのがまず一つです。これであればですね、基本的にはこの住宅ローン返済による破綻というのはもうなくなります。大丈夫です。で、もう少し抑えたいなという方の場合は、これをですね、35%×80% で 28% 以下。この 28% まで抑えていただくと、かなりゆとり持った計画になると思いますので、このあたり 30% 以下、もう少し下げたい方は 28% 以下をお勧めしています。で、実際にですね、簡単にシミュレーションしていくと、仮に年収が500万円だとします。年収が500万円だとします。これを
35% の場合だと年間の返済額の合計は175万円になります。この175万円を12ヶ月で割ると1ヶ月あたりが14万6000円になります。500万円の方の場合は14万6000円が 35% となります。これはですね、先ほど通り破綻する可能性あるのが絶対やめた方がいいと思います。で、30% になると月々は12万5000円まで下がります。12万5000円まで下がります。さらに 28% になると月々11万7000円になります。なのでこの12万5000円また11万7000円ぐらいが年収500万の方にはご安心いただけるのかなと思います。じゃあ実際この月々の返済だといくらぐらいまで借りられるのかというところもですね、ちょっと比較をしていこうと思います。で、参考にするのはこの3月の住宅ローンの金利で三井住友信託銀行さんがお安くて変動金利の 0.67%、 そしてフラット35である日さんで借りた場合は 1.43% になるので、この変動金利だったらいくらまで借りれますよ、フラット35だったらいくらまで借りられますよというところでお話していきたいと思います。はい、まず 35% で変動金利で借りた場合は5460万円まで借りることができます。この5460万借りると月々14万6000円となってきます。で、フラットの場合は4820万円まで借り入れができて同じく14万6000円となってきます。はい、月々の返済は変わりませんが金利が変わる分で5460万と4820万円というところになります。そして私のおすすめする 30% 30% 倍だった場合は変動金利は4670万円、フラットの場合は4120万円、これが月々12万5000円になっています。はい、そして 28% のかなりゆとりある返済になってくると、変動金利は4370万円、そしてフラットは3860万円ということになります。これが11万7000円の月々の返済です。なので、こういったところですね、逆算で簡単にこういったですね、数字を出すことができるので、ぜひですね、このあたり見ていただくと、皆さんがこのぐらいまでだったら返済ができるんだなという目安になりますので、この5年収に500万の方だったら500万に対して 30% かけると、年間の支払いが出てきて、さらにそれを12ヶ月で割ると、月々の返済額が見えてくるというような簡単な公式がありますので、そこを目安にしていただくといいのかなと思います。そして、この月々の返済額が出てきたら、今度はですね、スマホでいいと思うので、住宅ローンシミュレーション、月々の返済額から借りられる金額というところが出てきますので、そこに入力すると、借りられる、この先ほどの目安になってくる、借り入れ額が出てくるということになります。なので、この借り入れ額が出てきましたら、そこにご準備されている自己資金を足すと、これがご予算になってきます。なので、このご予算のところをきちんと見るためには、まずは月々の返済から考えていく。その時に目安になるのは、返済比率 30% または 28% というところを抑えていただくと、本当にですね、破綻しない、安心した家づくりにできますので、ぜひ参考にしていただければと思います。というわけで最後、まとめをですね、3つお伝えしていきたいと思います。まずまとめの1つ目、金融機関は皆さんの税込み年収の 35% まで貸し出しをしてくれます。ただ、危険です。危険です。はい、まとめの二つ目は、おすすめの返済比率は 30% または 28% になってきます。そしてまとめの三つ目は、支払い可能な返済額からご予算を決めていきましょう。ご予算の決め方は、支払い可能な返済額から決めていきましょう。ということで、このまとめ三つ押さえていただければ、ご安心いただける家づくりになりますので、ぜひ、こちらの方で進めていただければと思います。というわけで今日はこの住宅ローン絶対に破綻しない返済方法について詳しく解説させていただきました。内容の方がご理解いただけたよかったという方はぜひ高評価のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。というわけで今日もまたコメント欄にいただいた質問について回答していきたいと思います。今日コメント欄にいただいたのはふるさと納税についてになります。これ結構ですね、動画再生数も多くいただきました。ぜひまたそちらを見ていただきたいんですけども、いただいたのは、今年新築と引き渡しを受ける予定になっているという状況で、昨年ふるさと納税を利用したのですが、何か影響はありますかというような内容になっています。こちらですね、また詳しくぜひ動画の方、ふるさと納税の、まあ、落とし穴という動画なのでそちら見ていただければと思いますが、こちらちょっと詳しくお話しすると、まず、
今年2020年にこの新築住宅の方にお引越しされるというので、まあ、このタイミング、今年のタイミングで住宅ローン実行されます。そして、ふるさと納税は昨年使われたというところなので、ふるさと納税は2021年ですよね。そして新築は2022年ということになります。で、ここでポイントになってくるのが、確定申告の時期です。確定申告の時期。これが、ふるさと納税を昨年利用された方、2020年利用された方は、確定申告するのは22年の今年になってきます。今年になってきます。そして、住宅ローン実行したのが2022年の方は、この確定申告、住宅ローン控除の申告は来年、2023年になってきます。ということは、ふるさと納税の確定申告は22年、住宅ローン控除の確定申告は23年ということで、時期が被っていませんので、この場合は影響はありません。マックスふるさと納税を受けることができます。なので、ご安心いただければと思います。これが被ってしまうとですね、1年だけなんですけども、被ってしまうと、ふるさと納税の、まあ、基本的にはですね、例えば、5万円のものをふるさと納税利用したという方は2000円の負担だけで済むというのがメリットなんですけども、これがですね実は2000円にならないということになりますので、ぜひ注意していただければと思います。確定申告の時期が被らないようにするというシンプルなルールになってますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ぜひ動画の方もですね、またこのふるさと納税の動画見ていただければと思います。というわけで今日は以上となります。また次回の楽しみにお待ちください。ではまた。